先ほどタイムリーを打っているフェルナンデスを迎えます。清水さん、はい、そのタイムリーの談話なんですが、ライオンの世界では一頭しかいないキングになりたい、この一言の談話が届きます。なるほど、いつものようなフェルナンデスのこの哲学的な一言というのはおなじみになってまいりました。でしっかりとね、やっぱりいろんなこと考えてますよ。でなければこの年数になってもやっぱり結果残せないですよ。ここもしっかりとタイムリーの後はフォアボールを選んでワンアウト一塁です。この4連戦の初戦は西武ドームで迎えたこのカードですが、西武が今年大の苦手としたカラカワから追撃のまずホームランを打ったのはこのフェルナンデス。そういったチームの流れを変える一発も打つことができるバッターです。ここは一塁に歩いてバッター大崎を迎えます。先ほど黒木さんがおっしゃったのがこの大崎はインコースの低め、非常にさばくのがうまいというところですよね。はい、1打席目すごくいい形で空振りの三振ですよね、取ることができましたので、今度は真ん中の落ちる球、しかしすくい上げたファースト後方か、ボールはライトの前、ライン際取りました。ライトがボールを取りました。清田です。2アウト。落ちる球ですが真ん中付近のボールをすくい上げていきました。今カスティーヨ追ってるところ全然違ってましたね。違いましたよね。私もカスティーヨを見ていたんですけれどもライトでしたね。風は3メートル、ホームからセンター方向です。カスティーヨはファールゾーンの方を追いかけていきました。2アウトランナー2塁でバッター秋山を迎えます。調子がいいという話をしていた矢先にいきなり今日11試合連続ヒットを打ったこの秋山、バッティングもそうですが強肩は、まあ、コーチ曰くチームナンバーワンだともすでにルーキーですが話しています。まあ、ルーキーながらやはり栗山選手をレフトに回してまでセンターで使うというところが、はい、期待の表れかなという感じがいたしますが、非常にそのバッティングにはその魅力を感じる選手なんですよね。はい、まあ、ライオンズでセンター秋山といえばかつて今のホークスの秋山監督というのがありますが、それをまあ踏襲するかのごとくルーキーから大活躍をしています。なお先ほどのライトフライの際にフェルナンデスがタッチアップで二塁に進んでいます。先ほどのライトのフライでという形になりますけれどもね、まあ隙があるんでしょうね。隙があったということになりますかね。浅いフライで体勢もそんなに不十分な感じではなかったために、そういった中でフェルナンデスが二塁に進んで、ここもフェルナンデスもただ卒がない走塁をしているライオンズです。